ヒーマーお疲れです。はい、お疲れ様です。今回のテーマ、はい、サイン。お、サインなんですね。リアクションすごいな。はい、まあ全員1回はやってもらおうと思ってて、はい、でまずサインを書いて、はい、でそれについてちょっと説明してもらおうかなと。はい、お願いします。はい、はい、おう、はい、いいよ、ちょっともらおう。はい、一拠点もこんな感じです。はい、まあユーマ、はい、書いてるのかな。はい、ユーマです。A はものすごい分かりやすいよね。これね、ちょっとね、ちょっとだけミスかもしれない。もうちょっとここ離れていますね、いつも。あー、そうなんや。A、U なんですよ。え？ A じゃなくて、うん。U を書きたいんですよ、まず。ペンいる？はい。説明。A になっちゃったんですけど、見たら。まあな、パッと見はな。はい、U と、うん。本当はここに、M と A がこう全然ないやんあるのが、うん、こうだんだん省略化されてきて、なんだこう、ああなって、どんどん、はい、でも M がこう消えてって消えて、もう A のこれしかなくて、もう何やそれっていう感じなんですよね。でここからまあ引き体の場合がこうちょっと大きく、あ、大きいのはね、はい、そういうことか。はい、大きい Y にもうあとここにもう、そうです、 U から以降全部あんねんやほんまは、はい、うん、そうです。もう M はなくなっちゃいましたね、ほぼなくなっちゃったね。はい、でちょっとここ近すぎたんでこれも A になっちゃった。ああ、なるほど、はい、感じですね。ほんまはこ、まあこ、そうですね、ほんまにどうしたかったん、ほんまは。ほんまはっすか。うん、これでいいですか。ちょっとまあ、まあ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 これやな、ほな、まあ、これですね。もうこれで言ってくれたらええやん。これちょっと失敗したけど、ほんまこんな感じしたかったね。はい、なるほどこれはいつ考えたやつ。これは16歳とか15歳の代表入ってる時に、お、全員のユニフォームに全員サインするっていうのが、はいはいはい、ね、結構小さい時に早めに会って、うん、いやサインなんて持ってないよっていう話になり、まあな、はい、でなんか先輩かなんかちょっとなんか一緒に考えてもらって、へ、うん、もうその集まってる時に、そうです、あ、代表で、そうです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 、あ、そうです、まあそうやな、その場でもかっかからあかんからな、でおいいじゃんってなって、おう、もうそっから、うん、書いてないですね。まあどんどんなんかこの辺が省略化されてって、あ、もうちょい最初はこんな感じでしっかり、はい、しっかり書いてたよね、はい、がもうちゃちゃっとなってきて、はい、Y はあんま変わってない。 Y はそうですね、 Y も変わってるの、こんな感じかった、ずっと Y ももうちょっとこうはっきり書いてた、はい、まあそうやろな、はい、最初ってそう書くよな、でだんだんこうなってったんや、はい、めっちゃ簡単になってもたんだ。そうなんですね、やっぱどんどん簡略化されるというかね、みんなそうだと違うんですかね。いや、まああると思うけど、はい、うん、えらい、こっからこれ書いてたんですかね、多分ね、最初はこれぐらい書けそうな気もするけどな。そうですね、ね、はい、でもいや、でも意外にこのユニフォームとか、あ、なかなかこう細かい、あ、細かい、ここね、はい、この切り返しね、はい、たくさん切り返しちょっと大変やもんね、ガシャガシャガシャってなっちゃうんで、あ、だからこう簡単になっていくんかな、どんどんなっていっちゃうんですよね、はっきり、そっかそっか、なんか分かりやすくて、うん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 、これじゃあずっとってことやんね。ずっとですけど途中でなんか変えようかなって思った時があって、一回分けしてるわ、なんか漢字で書く、おお、チャレンジした、そうです、かっこいいなって思って、うん、それ一回考えて、うん、ひろきのひろをちょっとこう崩して、おお、考えてたんですけど、おお、結局そっちには行かずに、難しかった、やっぱりひろだけ、ひろだけですね、ひろだけで書こうとしたん、はい、あるんですよ、まあまあまあ特徴あるからな、はい、うん、そうですね、結局はでも変えなかったんで、うん、でそれは、いつか表に出てないってこと。そうですね、ほぼ出てないと思います
かけるん。かけるか、かけるかな、図鑑と書いてないんで。か、あの、画、え、しっかり書いたやつの画像を見ます。見る。それでもいいですか。見る見る。それでいいですかね。それでいいよ。なんで、まあ。それどれいつぐらいの話だ。この際もあるよっていう。でレノファの21って書いてある、レノファの最後の落とし時ぐらいですか。おお。これどうですかね。わ、まあまあ、なるほど。ちょっと、じゃあカメラに。見えますか。軽くなって。あ、失礼です。なるほど。これもこれ。いや、これでこれでいいんじゃん。いい感じやん。いいですかね。うん。俺思ったよりすっごいまとまってた。おい、本当ですか。うん、まあ、こっちに、まあ、いつからですかね。じゃあ書いたことあるん、誰かに書いてもない。いや、本当にこれにやった時に持ってる人おるんかな。少しだけ変える気ではいたんです、その時。うん、ちょっとだけ書いたような気もしてます。あ、本当、知り合いの人ですけどね。まだめっちゃレアやな。そうですね、まあ、今後ももしこれどっかで登場する可能性は、はい、そうですね、言われれば、言われれば裏、はい、書いてくれる、裏サインとして、裏サイン書いてくれる。はい、じゃあひろき選手これもいいけどちょっと裏サインもって言った人はそうですね、裏メニュー的な感じ書いてくれるんや。はい、書きます。あ、いいね。練習しておきます。練習しておきます。そうやね、はい、なんか多分慣れてないやろから。そうですね、ちょっと思い出しながら、はい、で、それを言ってきた人はこれを見てくれてる人やから。そうですね、そういうことだ。いいね、はい、いいつながりやね。いいですね、うん、わかりました。じゃあ裏メニューも用意して、はい、待ってますということで、はい、またね、言ってください。かける日があったら、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもお疲れです。お疲れ様です。もう今回、はい、一人一人、はい、全員一回やってんだけど、はい、サイン、はい、まあ、まずサインを書いてもらって、はい、で、それにちょっとついで説明を、はい、お願いします。はい、お、まず縦になった。みんな横、え、みんな横。いや、もうそんなんどう、もう自由、自由、うん、じゃあ、ケチつけないでケチつけたわけじゃないんだけどな。はい、よっぺんももらうよ。何？ペンももらうよ。あ、ペンも。うん。乾燥しちゃうから。そうですね。じゃあ、ペン持ってくれる？はい、持ちます、持ちます。はい。いや、もうシンプル。シンプルやな。ペン乾くから閉めてよ。え？ペン乾くから閉めてよ。あ、閉めて閉めた今。大丈夫よ。そう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 。シンプルなんです。いや、非常にシンプル。誰もがわかる。いやー。まあ、まあ、ありゃえらいシンプルなやつにしたよね。そうです。これはいつから使ってんの？これは松本の時からですね。おお、はい、じゃあまあまあ長いやん。松本、そうですね、長いよな。長い、うん、なんか松本の途中からか、うん、はい、なんかも最初はなんかややこしく書いてたんですけど、複雑なやつやったん、はい、あったんですけど、うん、あまりにもサインを書くなと。おう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 、枚数ね。そう、山形の時は結構、うん、あの毎回、うんうんうん、まあ、コロナじゃなかったし、うん、いっぱいサインを書いてたので。なるほど、はい、もうとりあえずシンプルで簡単なやつ、うん、簡単すぎ、シンプルで簡単すぎるわと思って編み出したのが、うん、編み出すか、これも編み出すどころか、もう、まあ、山、まあ、俺山って言われる、ね、いや、まあまあまあ呼ばれてるからね。はい、これはもう説明しようがないですね。ないね、はい、ただひらがてで山ね。はい、その前のやつが、はい、これ何代目じゃ、この山は2代目かな。これ2代目、はい、あ、じゃあその最初にちょっと複雑なやつがあって、はい、第1代、はい、でちょっとしんどいなってなって変えた、はい、最初のやつって覚えてるん。いや、覚えてないです、もう。あ、嘘。あ、まあまあ、そっか、だいぶ経つもんな、うん、もう書けないです、多分、うん、もうこれ考えるどころか、もう誰でも書けるんで、シュッてできちゃうよね。はい、はい、だから、あげますよ、俺の。
いや、いらん、いらん、いらん、ヤマちゃうし。いらない。うん、ヤマつく人にあげて。あ、うん、そうや、どっちかに島やから俺。うん、島、島いい、使えるじゃん、し、し、まあ、またそこは難しい、まあまあ、難しかったな、今。行けそうで行けんかったな。行けそうで行けなかった、うん、いやだからもう何の説明もないですよ、これ。まあまあ、ちょっと重みなくなっちゃうかもしれんけど、はい、これ出来上がるまでの時間、はい、時間、時間はただ先輩とその昼ご飯を食べてる時に編み出したんで、本当に10分ぐらいですか。10分ぐらい。10分。まあ、10分ぐらいで編み出しました。10分でできちゃった。なんならもうあの口とか拭くやつの裏とかに書いたんじゃん。いや、さすがにね。それじゃない。はい。ちゃんとなんかたまにメモ帳とか置いてあるとかあるじゃないですか。ああ。あれで。作ってるやん。同じようなもんや。うん、あれでやりました。シャシャッと。はい。シャシャッと書いてやりました。10分ほどで。はい。完成。はい。あいたたた。あいたたた。もう10分。10分って。10分もかかったです、逆に。わかるよ。はい。10分って感じするね。10分もかかったんかって。これだけに10分をかけました。ああ、そう考えたら重いんかな。いやいや。どうやろう。これ今後も？今後ももう変えないです。はい。逆にもう気に入って持てる感じ。はい、簡単だし。ああ、まあそうやな。はい、これなんで縦に書いたん？みんなずっと横に書いてなかった。ちょっと縦っぽいから？そうっす、縦っぽいから縦に書いてますよ。はい、うん、なるほどね。あと、はい。いや、全然いいよ。やっぱそこで流れを変えるっていう。あとこう、真似されんっていうか、盗作されんようにしたらね。はい。なんかこう。いや、でも全然盗作してください。いいの？はい。いいの？はい、使いたい人はもう使ってください、ぜひ。使っていいの？はい。簡単に書けるんで。あ、そう。はい、これ、そうやな。うん、山がつく人はぜひ、はい、山がつく人はぜひ使ってください。使ってくださいと思った。まあ参考程度にね、はい、すぐできますよ、はい、できます。10分ほどあればできますよ、はい、これからサインを考えるあなた、はい、山がつくあなた、山がつくあなた、開けますってことで、はい、終わりです。いいですか。はい。高橋です。お疲れ様です。念願の、はい、タイトルテーマサイン、はい、ね、これ他の人やってんのを見てて、そうですよ、なんか俺もやりたいやりたいと、なんか一番喋りやすそうだなって思いながら見てました。おお、その回が来たから、はい、ってことはもうめちゃめちゃ深い話とかえぐい、あ、まあエピソードなんかはごっそり出てくるんやろな、もう。すみません、ね、薄っぺらいです、すみません、申し訳ないんですけど、いやいや、もう喋りやすいテーマやし、えぐい、ハードルすごい上げる、やりやすいんやろ。もうやりにくいっす。もはやここまで言っちゃったやん。やりたかったっすけど、こうやられたらもうすごいもうハードル上がっちゃっても、ちょっともう大丈夫です、今日。いや、まあ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 、まず、はい、まずすごいサイン書いてよ。すっごいすっごいいいサイン書いてよ。今から作ったらいいですか、じゃあ。作ったらあかんやん。もう、まあ、今あるやつちゃんとまず書いて、はい、それのエピソードちょっと語ってもらおうかな。はい。はい、持つよ。はい、はい、ギャップして、はい、はい、意外とシンプルな、よく見る丸系のやつが出てきましたね。うん、使用しました僕は。あー、分かりそうで、でも分からんな。分かんないですか。結構分かるかなって思ったんですけど。T、これ T。T スタート？T スタート。タ A？ いや違います、違います。違うな、K かこれ。うん ？K ですね。K やな、K の丸やなこれ。これを使った。いや違います。え？T、これ T です。で、これ T 使いながらの、うん、ここ K です、うん、で、ここ Y です。高屋なんで、あ、A 飛ばしのパターン、はい、A 飛ばしの、あ、どっかで聞いたことある。 TKY です。今日やとちょっと似てる。今日やのさんに知らないですけど、僕は、はい。あいつの変わったけどね、はい、うん、あいつも、いやー、まあだで A、A、A やん。あ、そうです、はい、うん、だから A 書くのはちょっと A を飛ばして、なぜかあいつは D までなくしたっていう。そうやってんな。山、山、Y、
え M YM だけ使って YM だけ使っててなんでもうなん D どこ行ったみたいなやし僕はちゃんと、はい、Y まであるってことやなじゃなくて Y まで持ってきましたやっぱそう A が続く人はそうなるんかないやどうなんすかねまあ A をこう何回もこう筆記体で書くのもめんどくさい、まあ、ああそれもあるかあとはうんあれですねこれでも実際これ僕が大元作ったサインじゃないんですよお出たお来たよエピソードトーク僕がこうプロになるって決まってはいはいはいサイン必要だなってなるね、うん、分かってたんですけど、うん、こう最初普通になんか木村とか、うん、キムタカとかを筆記体でこううまくこう書けないかなってこう模索してたんですけど、うん、なかなかその自分ではいいアイデアが出ないと出なかったおでちょっと高校の友達になんかこういうのを作るセンスあるやついたんですよはい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 ユーモアあるようなやつがいて、うんうん、そいつにちょっと依頼して、うん、なんか TKY を使ってどうにかこううまくできないかっていうのでおうえそれを言ったのは TKY を要求したのは僕ですおオーダー出したわけオーダー出しました T と K と Y を使って書きやすいサインを作ってくれと発注して、はい、発注したところこの最後丸書かないところまでのこれが出てきたんですよあーなるほどでもちょっとなんか全体的に画数少なくなってちょっと寂しいなっていう感じで自分でここアレンジ加えてぐるっといったんやはいでも最初 T もなんかこうあったんかなえ、なんか、なんそれいらんやねん文字の T みたいにしようとしててあーこっちかいかんやんけそん時でまあそこら辺も書きやすいようにうん二画で書けるようにこうアレンジしてこうこの形に収まっておお注意依頼が終わったって感じです、ね、なるほどでもセンスあるねそうですねはい最初いろいろこう、うん、何通りも出してくれたんですよ TKY 以外にもそんなに木村使ったりとか高谷使ったりとかいろいろ出してくれたんですけど、うん、これが一番なんかまとまりがあってはい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 まあ歩くねはいでまあ最後自分でちょっとアレンジ加えて、うん、これにしましたよっていう完成したんや完成してその子すごいなでその子にもあの、うん、僕が書いて、うん、正規のサインをあげました依頼発注料なんかどんな気分なんやろないや俺考えたやつやのにちょっとアレンジしてなんか俺のもんやみたいな感じでサインいるみたいな感じでまあでも来たみたいな一応やっぱ本人が書かないとサインならないんでまあまあ確かになそこは、はい、僕が書いたよっていうお礼の意味を込めてなるほど、はい、あまりあげてない友達にはあまりあげてないんですけど、まあ、あんまりせんかもしれんけどな早めにあげましたあそうなんや、はい、そういうあれがあります、すごいねあるやんちゃんとエピソード一応はいそのくらいはうんおいでいや以上ですやめてくださいなんかほいで悪い関西のそうやなノリ悪かったね今のは良くないいや得意かなと思ってそういうの、はい、そうかそうまあまあとりあえず今後もそうですねまあ変わらないと思います、うん、落ち着いてるんでいやいやショックやでお前変えられたら変えれないですねまた変えるんやったらその子にやっぱ、ね、発注せんと、はいうん、納得せんと思う納得しないんでもうなんか急に変えとるやんかよつって新しいのなんか他で見た時になんか違うなってあれみたいな怒られそれは怒られるやろやっぱねこれも大事に、はい、大事に友達も大事にして、はい、うん行きたいなと思います OK ですはいはいもう出そうにないのでこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますありがとうございましたお疲れですゆうとお疲れですお疲れ様ですゆうともはいやりたかってたテーマはいやりたかったですねはいこれなんでやりたかったのずっとえなんかみんなやってるなと思いながらお俺だけやってないなと思ってそういう意味ではいあそういう意味だけねまあちゃんと話があるのであ来た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 いいねやってみたいなと思いましたよっしゃやってみようはいじゃあまずサイン書いてはいはいすごいね急に冬になったから震えてるなんか手がいや今の技点おおなるほどいいよ分かりやすいですねちょっと待って見ていくからドラ
なんかこっち行ってこっち行ってこっち行って言ったよな、はいはいはい、な書き方はな、はい、ちょっと下手だな、もうちょっと綺麗に書きたかった。え、サインに綺麗とかある？はい、いいわ。もっと分かりやすかったんですよ。引きだやろ。俺すごい分かりやすい。引きだやろ、はい、え違う、ゆうとの、ゆうと、ゆうと、はいはい、H ゆうと。あ、そうっすね。あー、分かっちゃった。そうっすね、だな、はい、はいはい、まあまあ、皆さんに分かるように、じゃあちょっとどこが、どうなってるか、そのサインを考えたのが、うん、なんか小学校の頃。え、小学生早っ、はい、小学生の頃にかっこいいなと思って、お親になんかサイン教えてみたいな、どうやって書いたらあんな感じの、あのかっこいい感じのサイン書けるんかなと思って聞いて、うん、そこからユートってだけをずっと書いてきて、はい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 、小学校とか中学校とか卒アルとかに、うん、そのちょうだいって言ってくれる友達がいたんで。おうおうおう、そこには書いたん、この言うとだけのやつ、はい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 、原型で結構言うとって書いて、うん、友達には書いてあげれたりしたんですけど、へえ、それを進化させて H つけただけです。進化、まぁ、あ、ちょっと進化してね、はい、だからサイン自体は、うん、だから小学校の頃から調子乗って書いてましたね。そうなんや、言うとってだけですけど。おうおうおう、いやいや、それもサインやからな。はい、だからいい友達はみんなその大事に持ってくわっつって、ああ、まあ、持ってくれてるかな、持ってくれてるかわからんですけど、はい、うん、でもちゃんと結果出してるし、そうですね、見てくれてたらいいですけど、ね、ちょっと変わっちゃったっすけど、あの時の、はい、ユウトが書いてくれたやつが、古い方がレア高かったりするんじゃないですか。いや、まあな。それとあんま変わってないやろ。あ、そう、あんま変わってない。それこそまたすごいわ。だから、だから大学の時に、うん、あ、決まってからですね、決まってから、うん、結構考えて、だからこれじゃないとかもあったんですけど。ああ、そうなんや。で、そのでもやっぱ今までずっと言うとって書いてたから、うん、そのままプラスしたぐらいがいいんじゃないかなと思って、あ、そのタイミングで H がついた。はい、だからちょっとだけ進化させて。おお、強風がすごいわ。寒いっす。なるほどね。なんかだから引きだって結構珍しいじゃないですか。そうやな。だから引きっていう漢字を入れようかなとか思ったんですけど。はい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 。やっぱ漢字入れるとなんか英語のサイン。あ、まあ、かっこいいんで、ミックスはな、なんか難しいかなと思って、まあ、考えたりもしたんですけど、うん、これになりました結局ね、はい、じゃあ大学ではプロになるってなって、はい、H がアレンジされて、はい、追加して加わった、はい、なんかこのサイン、この、はい、なんで書き順が俺めっちゃ気になったんやけど、はいはい、なんで UT まで書いて、はいはいはい、で、H 行って、O って書いたの。あれ、なんかあるの？だから、昔からもうずっと U とって書くのを、うん、Y 書いて UU って書いて、こうやって、うん、O までいかんかったの？その、そうっすね、なんか、バランス？これが入ってからここにちょんって入れたい。O。なんか、でもなんかもう、なんか癖での順番でなんかこう、これどういったっけ、この H にどっからどういったっけ。 H はもうこっちからです。そっちからか。あ、今まで H なかった時はもう T の、あー、だからかピッてやってたんですけど、こっから続きたいんや。 H に持ってきたくて、こっからな、はいはい、この後にこう上行ってこっち戻ってきて、戻ってきて、で最後にそうです、ね、O に行くから、はい、そういう書き順になったんか、はい、なるほど。そっちの書きやすいな。あー、まあ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 、H は先書くっていうのはなかった。 H 先書くとなんかここに向けて、うん、こう、あ、なるほど。難しい、合わせてからあかんから、だから T の棒を先に書いて H は、だから考えられてるな、ちゃんと。まあ、書きやすいようになってるってことやな。まあ、そうです。
そういうことやな。書きにくいと。ぐちゃぐちゃになっちゃう。バランスも取りやすいし。はい、あ、そういうことか。これが言いたかった話なんやな。と。と。おいいね。なんか。とあるよ。長いっすね。いいっすね。いいよ、もう一個ちょうだいよ。ちょうだい、ちょうだい。もう一個は、せっかくやったんやから、このテーマ。似顔絵風というか。似顔絵風？はい。なんか昔授業中ふざけながら、YUTO をつなげて、なんか顔かけそうやな、みたいな。ヘロヘロ文字みたいなもん。あ、そんな感じ、そんな感じ。もう授業中、この教科書の端っこに。何してお、おってなって。これ、ちょっと似顔絵チックやな、と思って。それも、ちょっと周りに聞いてみたら、なんか、愛嬌があるというか、覚えやすい、俺って分かりやすくていいんじゃないかなっていうサインを編み出したりはしました。これ未完成で終わったん？いや、あるん？ありますけど。それ見たいんちゃう？それなかなかおらんやん。だって似顔絵風のサインってそっちにしちゃうと周りと違すぎて、なんか恥ずかしい。どこ、次のページに行く？行きます。もうここら辺に入るんやったら入ってもいいし。入る？はい、入ったら同じところかな。これ全然よかった。なんかもっとこれ全然よかった。シャ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 ってできないじゃん。できん、いやもう全然シャシャシャって書いてなかったよ。なんか綺麗に崩したらもっとなんか、ぽいヘノヘノみたいになるんですけど。赤。まあこれもなんか。これはもう何やったらこれのちょっとおまけで書く。この辺になんか書くもんみたいな感じじゃん。これメインはちょっとおしんどいわ俺。すごいのも。もらった人もちょっとおもろいから。いやね、集まっといてくれますってなりそうやん。だからこれ、だから授業中とかってやん。いやもう授業中めっちゃ言うやん。ほんまあかんから。遊びで作ったのが。まあまあその程度ってことやな。はい、これは。こういうサインもありますよって。いやいや、これサインちゃう。もう全然。お印や、なんかの。でも俺ってわかるっすよ。言うと。いや、そうやけど。そうやけど。こういうのもあります。あ、こういうのもね、考えたことありますと。まあ非公開ですけど、まあまあまあ、これはまあもうそのままこうずっとぼかしとくわ。もうここずっとカットでなんやったらなし。いやー、これはすごいの見たわ。面白いですね。だから一つちょっと違うの、いや違いすぎて必要かなと思って。ああ、ちょっと来たね、これは。入れてみました。あれはいい。はい、うん、なんかな、昔の象形文字みたいな感じで。こっちです。いいよ、こっちね、サインね。はい、はい、OK、 大丈夫、もう出し切った。あの、引きも入れときます。え、引き、どこに引きが入ったサインを書いてみます。あー、引きのやつね。いいよ、こっちこっちこっち、ここも空いたとこ、空いたとこに引きのやつね。いや、もうやっぱりこれでいい。自信なくなってきた、ちょっと。これにしといてよかった。いや、もうほんまそう思うわ。引きもどうせこんな感じのやつなんやろ。違います違います、違います。もうちょい。あ、でも、引きってわかるな。わかりすぎて引きって書いてるっていう。あ、そう。あ、もういい、もう想像できるからいいや。もうそれサインちゃうからっていうサインの話がいっぱいあります。あ、したかったやな。よかった、ネタはありました。このブランドのなんかのマークみたいなのになってよかった。これはでも後々、後々出てくると、世の中に出します。出すな。ここだけにしとけ。はい、そんな感じです。おい、 OK、 ありがとう。はい、お疲れです。お疲れ様です。リオ、お疲れです。お疲れ様です。眩しいわ。眩しいですね、帰りましょう。眩しいわ、帰りましょう。あ、これか。これが眩しいんか。すごいの着てきたね、また今日。まあ、最近のトレンドですね、僕の。刺繍。はい。ラッパーでも。ラッパーなん、はい、目指してる。はい。いいね。ラッパー口調でもいいよ。今日の。無理やな。今日のテーマ。今日何？サイン。サイン？うん。もう、リオのサイン書いて、はい、で、それをちょっと説明をしてもらいたいなと。はい。
はい、私のサインですね。そう、じゃ最近書いてないからね。書いてない、書けないね。書けないね、書けるよ。思い出して。おお、ちょっと20味強いの。味確かにいいよ。持ってくれる？はい、こちらですね。こちらがリオのサインです。はい、かわいいでしょ。いやー、でもどこ、リオは、リオはわかるわ。うん、リオだもん。その上のやつはこれ、リーの愛の点。あー、わい、お、ここはこれちょっとあの、癖強め。R が癖強いってこと、うん、でも、これ、俺考えたんじゃないんですよ。え、そうなの。俺の、お父さんの、お父さんの、お姉ちゃんの、お姉ちゃんの、旦那さん。旦那さん、デザイナーで。あ、そうなの。デザインの仕事してて、すごい。デザイン関係ですね。おうおう。で、俺は、結構その、プロになるって決まった時に、サイン練習したんですけど、自分納得いくサイン全然できなくて、だからなんか意味あるサインをなんか選んでもらった方がいいんじゃないみたいなので頼んだんですよ。そしたら何個か案くれて、でこれがなんか一番しっくりきたんで。うーわ、これあります。すごいな。もう僕のお気に入りです。いや、そら力こもってるよ。で、自分が選んだ時とか自分でなんか考えてた時とか、R をなんかこうやってやって、もう真面目にね、真面目に、はいはい、傘みたいになってます。ちょっとかっこよくないですかこれ。いや、そのね、ちょっとわからないぐらいがやっぱね、そうっす、いいよ。いいっすね。もうすぐ読めてもたら。本当にでもめっちゃ意味あるんですよこのサイン。あ、そうなん。めっちゃ意味あるんですよ。え、今のだけじゃない。そうっす、めっちゃ意味あるんですよ。ここがどうたらとか。おお。あるんですけど。やっぱデザイナーやから一個一個にこだわってんねや。それを動画で送ってくれたんですよ。おお。ここはこうでこう。おお、そんなもん送ってくれた。全部忘れちゃった。忘れちゃった。忘れちゃったよ。でもそれぐらいの意味があるサイン。だから俺はもう大好き。なんでこうなってるとかやろ。そう、うわ、知りた。でも ここはなんでこうなってるのとかあるんですよ、細かく細かく。それを忘れちゃった。忘れんなよ。大好きっすね。どれか覚えてるのとかない、一箇所ぐらい。いや、ないですけど、このチョンはちゃんとつけなさいっていう。それは意味とかじゃない。じゃあ前はつけ忘れんなみたいなもんね。このチョンなんかちょっといらない方がちょっとなんか良くないと思ったの最初。あ、なんかよく考えてみて、その意味を知った時にこれがあったから、うん、いやなんかね、ないとなんか寂しいかもしれん。寂しいですか。うん、かっこいいんすよこれ。で、その意味は忘れちゃった。なんでそう言いたかったんですけどね。めっちゃ知りたなるやん、もうますます。もう聞きたい人はあの僕の直接お願いします。え、もう聞いとくので。聞いとくのでこの YouTube では言わないですね。うんうん、かもしれない。僕に聞いてください。あ、ど、見れるようになってるの。あ、僕にしとくんだ。そうなの、うん、かっこいいっすよねこれ。いやいや、なんかもうそういうのを聞くとまたそれがね、よく見えてくるわ。みんなのサインとかどうなんですか。え、その前にいっぱいあるよ、うん、あ、違う、そのこの後ろにいっぱいあるけど。いや、俺みんなでも考えてもらった、そう、やっぱ得意な人に考えてもらったっていう人もいるし、あ、まあ、自分で考えた人もいるし。そうなんです。でもやっぱ自分で考えたやつってやっぱシンプルというか、うん、になっちゃってるかな。うん、こうデザイン性あんのはやっぱその道の。かっこいいっすよねこれやっぱ。今日急に京屋がいるからって。言い方変えんの。で、さっき自分で言ってたけど、癖強い20っす。俺、なんかあの、うん、なんかあれあるじゃないですか、あの、つなぎ字がかっこいいみたいな。うん。で、俺はもうずっとこうつなげてたり。こうやって離れてくるの嫌なんですよ。うん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 。ほんで、この20っすね。ちょっと影響受けてるやん。はい。もうかっこいいんすよ、これ。ね、こっちにやっぱね、合う20かかんと、はい、やっぱ浮いてまうし、うん、こっちになんかカチカチの。これ20ってわかります？普通の、いや、わかるよ、わかるよ。普通の20書いてもたらな。ちょっとみーみたいな。うん、大丈夫。自分で話していくなよ。大丈夫よ。20に見えるよ。僕だけのサインなんだけど。そうやんな。うん、じゃあもうお気に入りや。はい、お気に入りです。なんかもうずっと変わってないよね。もう変えないです。そらそうや。もう変えないです。もう変えへんわ。盗んだ人はもう怒ります。いや、もうそらそうや。はい。なあ。僕のサイン。親戚の
著作権もあるし。そうです。大好きなんです。いやー、いいね。そういうの知れるとやっぱ面白いわ。はい、うん。じゃあ大事にしていこう、これ。はい、大事にします。うん。まあ、今日やとは全然違うってことで。うん。ありがとう、リオ。お疲れです。ありがとうございました。今シーズンのマサダインサイドインタビューはこれで最後となります。いつもこのインタビューを支えてくださったスポンサーの皆様、そしていつもご視聴くださった皆様、本当にありがとうございました。またお会いしましょう。